英語6型コルベットは中国人民解放軍海軍が開発したコルベット。NATO コードネームは江島型。英語 4A 型フリゲートと例22型ミサイル艇の間を埋める近海防御用の艦艇であり、2012年から2020年の8年間に72隻が浸水するという急ピッチで建造が進められている。1980年代人民解放軍海軍は、 戦艇をもとに改め設計して、艦隊艦ミサイルを搭載したミサイル護衛艇として、037-IG 型及び037-2型を開発。これらは、021型のような従来のミサイル艇よりも、鈍速だったが、より大型で単行性に優れていた。その実績を踏まえて、037-2型を、さらに拡張した900トン級の、大型ミサイル護衛艇として、038型の開発が、 計画されたものの、これは実現しなかった。その後、設計はさらに1200トン級に大型化し、霊語ガ型フリゲートをも代替シュールコルベットとして構想されるようになった。これによって建造されたのが本型である。本型の設計は2005年から2006年にかけて中国船舶工業集団が大海軍に対して2隻を輸出した。 バタニ急昇海艦のそれに基づいていると考えられている。線形は朝鮮未老型とされている。ステルス性に配慮して上部構造物には傾斜が付けられており、レーダー反射弾面積は500トン級の艦と同程度とされている。指揮艦にはディーゼルエンジンが採用されており、日記によるに軸推進艦と推測されている。航続距離は諸説あるが、 アメリカ海軍協会では18ノットで2000回り、ジェーン海軍連艦では16ノットで3500回りとしている。三元艦ビガーからの写真。本型の装備は多くの点で、郊外通型フリーゲートのそれをもとに、艦型に合わせて主射選択したものとなっているが、一部には新開発の装備も導入されている。戦術情報処理装置としては、901型高速。 戦闘支援艦や903型補給艦と同系統の ZKT シリーズを搭載する。これは近海作戦用艦艇や両用船、支援任務艦艇用として一説には例後に B 型駆逐艦などの ZKJ-5 ベースに開発されたシステムとも言われている。捜索用レーダーとしては対空、対水条件用の364型が搭載されている。 零五 4A 型では、対空用の382型と、対空、対水上用の364型。その前任の零五 3H3 型では、対空用の 517H-1 型と、対空、対水上用の360型と、いずれも長距離対空捜索用の機種と、低空警戒、対水上捜索用の機種による、併用体制が取られていたが、 本型においては後者のみの搭載とされている。手砲システムは零五四 A 型のそれに準じて、ロシア製の AK-176-76mm 単装速射砲の中国版である H-PJ-26 が搭載され、射撃式は 347G 型レーダーによって行われる。耐水上火力としては、 やはり 054A 型と同機種の YJ-83 艦隊艦ミサイルが搭載されるが搭載数は4発に半減した。また、防空火力としては新型の HHQ-10 近接防空ミサイルシステムが導入された。これはアメリカ合衆国とドイツで共同開発されたラムの中国版というべきシステムであり。 従来の HQ-7 個間防空ミサイルと730型 CIWS の中間的な射程を有し、これらを補完することを目的に開発された。このため、本型においては、従来型 PDMS も CIWS も搭載されていない。なお本型では、先行して航空母艦、両名に搭載された18連装発射機よりもさらに、 コンパクトな8連装発射機が搭載された。線路の後半上部にはヘリコプター甲板を備え、カマイナス28もしくは Z-9 紹介ヘリコプター1機の離着艦が可能となっている。搭載艇としては、観光部扉から直接発進する小型戦闘上陸用、終艇1隻と両舷側に内貨艇2隻を搭載する。上気の経緯により、 人民解放軍海軍では、本型は、主として苦戦艇やミサイル護衛艇の後継として配備、されており、編成上も、苦戦艇大隊を改編して2桁番号の護衛艦大隊を編成している。なお、これらの部隊は、水警区の所属であるか、艦隊の直轄であるかは2015年現在、不明である。2014年からナイジェリアに2隻の P18、 ノルマル型、バングラデシュに4隻の C13 バイト型が引き渡された。2015年2月に、アルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネル大統領が訪中して、アルゼンチンが領有権を主張するフォークランド諸島にちなんで、マルビナス級と命名した輸出仕様の P18 を5隻導入する合意が結ばれたが、後のマウリシオマクリ政権は中止したとされる。 2017年1月、ガンビアの大統領選挙で当選したアダマバローに、対して、大統領やヒアジャメが、政権交代を拒否したことを受けて、西アフリカ諸国経済共同体が介入した際は、ナイジェリア軍の P18N がガンビアに展開した。中国海軍向け、基本型の056型及び、対戦能力を向上させた 056A 型が、確認されているが、 個別の艦がどちらに該当するのかは、諸説あるため、以下の一覧において特に区別をしないで表示する。ナイジェリア海軍向けの派生型。関西兵器は056型と比べて、軽武装である。バングラデシ海軍向けの派生型。満載排水量は1330トンであり、056型と比べて若干少ない。ありがとうございます。